この動画は人生の栄光を学ぶ栄光大学うかずラジオ放送局ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。はい、もうこんばんちはうかでございます。さて今回私初めてやりますマイライフということで、今回はストレートの直球人生、まさに人生やっていきたいと思います。やっていこうか。まあどういう感じで簡単に言うと、まあのストレート直球人生という動画をご覧になった方がいらっしゃると思います。そちらでやっていきたいと思います。今回でまあその選手でヤクルトをねストレート一本で優勝に導いていきたいと思います。で高校卒で高校卒でドラフトどうしようかな。いやヤクルトはじゃあ1位で指名しました。誕生日はじゃあ5月の14日でなんとなくランダムで、パワープロ初めて、やったことあるエキスパート自信がある人、ああいろいろあるわけ。なるほどね、難易度。じゃあじゃあ普通エキスパートで普通のこれでいいですか。はい、いいです。はい、というわけで、はい、あ2013年12月入団会見、ストレート、今日はドラフト1位に輝いた俺の入団会見だ。では腰の上がってポーズお願いします。おー、いいね。おー、いやいや、君がドラフト1位のストー君だな。君のことは監督からよく聞いてるよ。はじめまして、わしがオーナーだ。オーナー、球団で一番偉い人。簡単な説明だな。まあそうだけど、プロでやる以上先輩たちに遠慮せず、ぜひレギュラー目指してくれたまえ。まあエースだよ、うん、オーナーとやった。いいね、テキスト見られ。はい、わかりました。よしよし。でも600人もすでにファン、あ、私服多いね。入寮日、おお、あんたがストー君か。わしはこの寮長の戸田澄夫だ。入団会見を見ていたよ。さあ入った入った。おお、戸田君ね。あ、戸田さんね、失礼。ここはあんたの部屋だ。あんたも初めてのものばかりだろうから分からないのが多いだろう。何か聞きたいことあるかね。一応まあそう、何が聞きたいんだ。とりあえず目的は、うん、目的か。それはあんた自身見つけたわけだが、まあプロ野球活躍して球審の大、あー、なるほどね。はいはい、個人記録に挑戦。なるほど、もういいや。うん、大まかな流れちょっと聞いておこうか。2月から秋季キャンプ、はい、あ、春季失礼、はいはいはい、あー、なるほどね。まあ詳しくで、オープン戦があって、はいはい、で、はい、んー、もういいや。うん、まあいいや、なんとかなるでしょう。これをやろう。ノーマルバットを10本、ノーマルバット、ノーマルクラブもらった、ノーマルスパイクもらった。野球動画はこれが不可欠なものだ、ぜひ使ってくれ。はいはいはい。いや、あ、装備、ああ、なるほどね。今装備してみたら、あ、ちょっとや、あ、装備した、うん。装備設定コマンドでできる。ああ、わかりました。はいはい。やりゃできるだろ。コツつかむという、コツああ、なるほど。お、オイラは同期のお食いだ。よろしくな。まずはお近づきの印にこれやるよ。マルチビタミン。ね、マルチビタミンなどのアイテムはメインコマンドのアイテムから、アイテムで使えるの、ね、了解了解。マルチビタミンシリーズは、飲むと体が丈夫になって怪我しにくくなる。あ、それいいね。あ、怪我すると大変だな。まあ確かにね。はいはいはい。オッケーオッケー。ちょっとじゃあ、四角で早送りちょっとだけ。よし !2010 年2月1日です。さあやっていこうか、早速。キャンプ初日。おぉ。やばい、いいね。よし、みんな集まってるな。注目。改めまして。東京ヤクルトスワローズの監督を任せている小川さん。まあ、2015年からはちょっと真中選手になるんですけど。小川選手。同じく、あ、高津さん。おぉ。二軍監督。二軍監督が特に名前ない。二軍コーチ。ああ、そう。はい。発表するぞ。二軍スタート。まあ、最初は二軍スタートだろうな。うん。様子見て。まあ、3月1日と8日と15日のオープン戦。で、結果、ああ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、要は、しょっぱな、ん？何？キャンプでできる練習はある。うん、それは知ってるわ、いいわ。うん。よしよし。知ってるとかさっき聞いたばっかだから、寮長さんに。さあ、早速練習していきましょう。何がいいんだ？変化球を覚え、変化球は覚えない。縛りということで、ストレート1本。これは変わりません。何一つとして。だから、とりあえず、コーチ特訓ね。なんか、ちょっと、ああ、いろいろあるんだ。どうしよっかな。じゃ、やっぱ、回復で。おお、なるほどね。で、あのゲージが溜まると多分、回復が手に入るんだろうな、と思います。体力もそんな、シュッシュ。そろそろ練習終わりにしようか。なかなか、ん？なかなかいい動きしてますね、須藤選手。こんにちは、お二人さん。お、どれだ？お？あ、深川さんじゃないですか。取材ですか。取材ね。ああ、なるほどね。いや、今日は須藤選手にご挨拶と思ってね。どうも、スワローズの番記者をやらせてもらってる、深川です。ああ、玉スポ。うん。
全国的に人気のスポーツ新聞紙で正式には玉沢スポーツ新聞。野球記事が異様に多いことで有名。朝刊120円、夕刊50円。お勤めの近く、本当に上がりました。はい。センスがある。ああ、センス、ありがとう。うん。大物ルーキー。ちょっと聞いとこうか。お願いします。はい。大瀬良、ああ、なるほどね。大瀬良選手、確かに確かに。石川選手、はあ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 。田中優勝。ああ、はいはいはい。わかりました。電話番号。だから、いざという時は、なんかこう、人気上げたい時は連絡すればいいと。はいはい。なるほどね。で、うん。なんかよ、春季キャンプでガーッと出すんかと思ったけど、いまいち成長が実感できないんだよな。おい、先は長いんだぞ。あ、コーチ、これからお前たちの野球で13年、20年。あらら、そんな急に成長せん。試合に活躍し、成長後の、試合後の成長もできると。なあ、はいはいはい。30過ぎたら気をつけろ。オーケーオーケーオーケー。だ、うん。自分の部屋コマンドから電話で仲間、ああ、はいはい、なるほどね。連絡先をしたらいろいろできると。なんか、まあ、特典みたいな。おいおい、ひどいな。同期で入社した二神。これからチームメイトプレイを覚えておくよ。で、調子はどうだ。俺か、俺はさっぱりだぜ。自分は話さないんだね、俺は特に。セリフ。ないんだ。ちょっとがっかりだ、それは。ターン消費あり。なし。全部ありなんだろうな。まあ、なるほどね。まあ、とりあえず特訓で。コーチ特訓ですね、やっぱり。せっかくなんで。で、回復。やっぱ、先発ローテに入る上ではね、回復ができるのは大事だから。回復するのは大事ですから、何より。おぉ、一週間ずつ進んで、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。ね、見てみろよ。お、松岡選手だ、ストーン。同じポジションだぜ。いやー、そんなことはないぞ。頑張れ、頑張れ、そう。あ、コーチ。はじめは誰でも先輩は巨大に見えるもんだ。来年新人はお前たちを見て同じこと言うもんだろう。なるほどね。試合、残せば首脳陣の評価がある。首脳陣や、俺のことだな。あー、なるほどね。だから、頑張れば、ちゃんと、いいこと、なると。ん？どうしたどうした？何？はい。ピッチャーが打席にこだわりたいですよ。俺は投球に集中したいな、やっぱり。打撃操作オフにしました。あー、うん。まあいいや。うん。まあ、後々設定で変えられるでしょう、これぐらいは。おい、ストー。お前とバレンタインチョコ、あーだよす。おー。ファン期待されてみたい。いいね。お、調子好調になった。なるほどね。調子が変わっていくわけだ、こうやって。コーチ特訓で、じゃあ、どうしようかな。これ自然手に入んじゃねえの、こうやってやっていくと。まあいいや、一応回復で。うーし。で、これで、回復の経験上がった。おーし、回復 A になった。これいいんじゃないもう。あ、で、これちょっと体力なくなってきたら休もうか、次。あー、でもな、せっかくの。ちょっと待ってね。なんかねえかな。ちょっと体力、どれぐらい減るんだろう。まあ不安だけど、まあとりあえずちょっと、スタミナというよりか急速だね、やっぱり。急速一本でいく。疲れた、またど、よしよしよし。まあでもこうやって上がって、ああまあそこそこ。で、次休憩だな。お、オープン戦が始まる。はいはい。奥い、特にルーキーの選手は期待してる。ありがとうございます。開幕一軍も考えてる。はーい、頑張るよ。優勝企画に行くぞ。チーム、そう、一丸となってね、優勝を目指しますよ、今年こそ。自分にチャンス、俺にチャンス来た。よっしゃ。頑張ろうぜ。負けないぞ。よーし。どっちが強すぎ、競争だっつって。ミッションスタート。いきなり、開幕一軍へで、が発生しました。はいはいはい、ミッションリスト。だから、これ成功すると、なんか、得点がもらえるみたいなパターンなのかな。おー、全員の給料振り込まれた。55万。あー、なるほどね。こうやって増えていくわけだ。お、3月1日。やるね。ピロリン、何？ピ、どうした？ああ、ちょっといいか。どうしたどうした。今日からオープン戦。うん。気持ちをリラックスする。息抜きするのもいい。マシのスペースポット。ちょっと聞いていこうか。ああ、はいはい。ああ、お嫁さん。そうね。そう思います。うん。わかるよ。マシ珍しい店。趣味をたしなむ有効。はい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 。お出かけ。まあ、お出かけはいろいろ。まあ、それはいいやな。自分で選ぶ。考えるさ。サービスが良くの店ある。はいはいはい。いろいろあるわけだ。特別によく行ったりすると。じゃあ早速試合行く？カレンダー、能力ブロック。あ、関係ないわ。強化項目。なんとなく。どうしようかな。先発タイプ。やっぱ先発で、詳細指示にしとこう。俺は基本的にやっぱ球速を上げたいんだよね。もっと。もっと速い球を。うん、ストレートを極める。それに限る。で、アイテム。装備品設定で。とりあえずノーマルバット、ノーマルグラブ、そうだね。色変えられるんだ。あ、なるほどね。バットじゃあ、バットの、で、グラブだ、
グラブは燃える赤で。そうですね。そう。オッケー。燃えるような球を、球速を、ボールを投げてやるぜ。最高、試合。とりあえず試合プレイかな。ん？間違えたか？まあ、いやいや、とりあえずやってみよう。というわけで、じゃあ早速、次回行きたいと、あれ？まあ、いや、次回行きたいと思います。見てくださいね。じゃあねー。